始めようか。
ではじゃあそろそろ次の曲行きそういいかい。ここにいる全員の絆をつなげ、絆をつなげ、もっとつなげ、今ここにさあ聞いてもらい、魔物の着物は何なのか、負けでもないそのベースライン、絆をつなげ、もっとつなげ、今ここにさあ聞いてもらい、魔物の着物は何なのか、負けでもないそのベースライン、
Memphis,
消しくれ。その小さな先もを覗いて中身がなくなって、進むことを忘れてるってたのか、レッチューに
幼馴染だったベースのシュート、ギターのニーが久しぶりの再会を機にバンド活動を開始。地元千葉県を中心にメンバーを探した結果、ドラマーながら作曲能力に長けた亮、そして繊細な声と重いシャウトを合わせ持つボーカルのサトシを迎え入れ、2004年から現在と同じラインナップでの活動を開始。まずはじめに結成時の再現 VTR をご覧ください。今日も学校すかしちゃった。英語もあまらかねえし。え、あれミカ、マジでやべえ。お兄ちゃん、久々学校どう？おお、普通。そっか、元気そうだな。聞いてくれよ、俺最近ベース始まったんだぞ。俺、ギター始めた。マジかよ、じゃあ一緒にバンドやらない？やべえぞ。やだね。こうして最初は2位に断られたものの、うまく丸め込まれ一緒に活動することに。これいいね。ボーカルとドラマも探さなきゃね。あいつやってくれるかどうかわからないけど、あいつどうかな。いいんじゃない。あいつ多分大丈夫。あいつやべえよ。シュート2位がお互い面識のあった当時中学生だった寮にアタック。なんか呼ば合うか。一緒にバンドやらない？俺が一緒だしだよ。はい、やりました。寮は1万円をもらいあっさり加入。後に話を聞くと、その時買いたかったゲームがあり、お金に困っていたようだ。そこから3年間、今は亡きライブハウス市川クラブジオで何度かメンバーチェンジを繰り返し活動していたものの、なかなか相性のいいボーカルが定まらず、ボーカルが見つからない時期に亮がボーカルだった時期もあった。ボーカル探しが難航する3人だったが、2位が友達伝いでサトシと連絡を取り合い、一度4人で会うことに。あ、ごめんごめん、待ってた？いや、待ってないよ、ちょうど来たとこ。あ、ほんと？うん。リオ君は？わかんない、まだ来てない。めっちゃ演技やね。ほんましばかれるじゃないかよ。じゃあぜひやらせてくれないの？いやー、し楽しみになってきたね。ほんとに？いや、やったー。じゃあバンドやろうか。そう、よし頑張ろう。イエーイ、頑張ろう。こうして現在のラインナップが集まり、2004年よりギルガメッシュの活動を開始する。Let's go.
活動の幅を海外に広げたギルガメッシュはアルバムギルガメッシュを引っ提げてヨーロッパツアーを決行。ドイツ、フランス、イギリス、スウェーデン、フィンランドなどでの単独公演を行う。渋谷クラブクアトロ、恵比寿リキッドルームをソールドアウトさせたギルガメッシュは海外の大型フェスからオファーも来始め、アイアンメイデン、スリップノット、マリリン・マンソンなどと共演も果たす。2ヶ月間隔でシングルを3枚、アライブ、ボーダー、クライングレインとリリースし、インディーズながらメジャーチャートに全て食い込み、勢いはますます加速していった。3枚のシングルを出した後、すぐさまアルバム Now をリリース。バンド結成時より貫いてきた重厚なサウンドと耳に残るメロディーの融合具合に磨きがかかり、音楽の幅をも広げていった作品となった。余談ですが、 Now のジャケットに写っている少年はこの撮影を機にモデル活動を開始したようだ。2010年1月アルバム Now をリリースし、新木場スタジオコーストにて2000人を超えるオーディエンスの中、熱いライブを行う。そして2011年結成してから、さまざまな苦悩や挫折を繰り返し、全てを乗り越え、完全に振り切れたギルガメッシュが満を持してリリースしたニューアルバム GO。 小さな光は大きくなり、今日地元千葉県市川市文化会館にて凱旋ライブを行う。
Thank you.
Thank you.
ことを今話すよ。きっと何度つぶやいても言い足りないくらいに気がつけば、この中で絶えない溢れそう。心の裏側をもどかしさが伏せない。君が歌う聞かれてく、連れてきた場所、耳を澄ませば聞こえてきそうな君の想い。近づいてくる時間を背にほどきたくない、このまま少し生まれた無音で二人の距離を測る。I can feel
くないくらい至る俺たちを描き続け
Yeah.
再会を描き笑おう。
ゆく小さな思い出たちはやがて背中を押してどこまでも続いてゆくこの道を歩き僕らは生きてく Are you ready?